独立という言葉、使う場所によっては危険だったりします。産経新聞2023年2月27日タイの湾独立派コーカビンさんって方が死去。第二次タイの戦後日本に亡命、あの戦争の後に日本に亡命した方。記事によりますと、第二次タイの戦後日本に亡命してタイの湾独立運動を推進したコーカビンさんって方が27日台北市でお亡くなりになりました。96歳、めっちゃ長生きやん。大王子を会長を務めていたタイの湾のシンクタンク、タイの湾政権基金会が明らかにした。昨年夏以降体調を崩し入退院を繰り返していた中野国との交流窓口機関トップ、海峡交流基金会の理事長を務めた方の弟、名前書いてあるけど名前排除しておきます。日本の統治時代の1926年10月15日生まれ。1926年って大正15年&昭和元年やね。12月25日から昭和元年になっているので、この方は大正生まれということやね。1947年に国民の党政権が余計なのを挟んでおります。あそこの政権がタイの湾の人の抵抗運動を弾圧した 2.28 事件後、日本に逃れてタイの湾独立建国連盟の前身組織結成に参画。1975年にタイの湾に戻り独立派として活動したやて。で、サイの英文政権で総統府最高相談役を務めていた。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。で、インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないっていう洗脳が繰り返し展開されているな。そしてタイの湾の人たちはみんな親日でってやってるけど、タイの湾って国民のあそこが入り込んだところでアウトやろってずっと思ってたんですね。まず日本はタイの湾併合しておりました。あのお隣の県の国、藩の国、関東もいうところも、そして満州の国を作っておりました。それは全て赤くて酸っぱい勢力から身を守るため。真の略国家とか言われてるけどさ、ちゃうやんっていうことが分かったんですね。で、インターネット SNS ではタイの湾の人たちはみんな親日で一緒に立ち上がって頑張りましょう、また仲良くしましょう。最初ずっと違和感感じてて、お幸せがやってんのかな。お幸せって衆の教やねんけど、あそこの政党のポスター、タイの湾を二度と見捨てない、今こそ日台同盟をいうのがあんねんけど、いや、いらんし、見捨てるやろ、と、そのポスター見るために私は思っているんですけど、やっぱね、国民の党が入り込んだところでアウトで、日本人であるならば保守でないといけないって言うてる人たちって、中納教系のカルトとちゃうの。日本で保守論客言うて活躍できる人たちって、お隣の国、系の国、藩の国、関東もいうところの、中納教メディアで活躍できる人たちやんか。それと、今まさに騒がれているキーワン教の会&お幸せ&天理やな思って見てて、私は相入れない部分の方が多いやろなと思って、その主張を聞かないようにしてきました。がしかしですね、必要やなと思ったところはテキストで見てました。この人たち何言うてんのかなって。私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクスさんちゃうの。カール・マルクス、本名モルデカイ、自由なおそうめん屋の会員で底辺の人たちを束にして暴れさせる手法を編み出したおっさんで、今表立って活躍できる人たちってトモさんの主義者か、トモさんは共産のことなんですけど、トモさんの主義者&社会の窓主義者、余計な窓ひっつけていますけど、一般の日本国民、私たちが見せられてるものっておそうめん劇場やなと思って観察してるとしっくりいきますよ。ネットで真実求めてしまうと、本物の右翼とか言うてる連中とか、保守言うカルトットにパックンチョされてしまうような気がする。私、転職後ですね、有名著名人、その道のプロとお会いするお仕事をしてきて、そもそも、社会統計の実にお偉い、肩書き立派な素晴らしいとされる先生とお仕事をさせていただく光栄な機会に恵まれて、全くリスペクトできへんし、政治学者ってこの程度でなれんのかいな。社会党ってなんなんっていうことから、先人の書を紐解き出したんですね。で、その時の責任者の方が、トモさんの党員として生きる宣言を定年後した。トモさんは共産。有名著名人、テレビに出てらっしゃるから、会いたいとか、全くなくて、この人一体なんで出てきたのか、これまでの経歴は何なのか、から始めることにしていますので、テレビに出てるから、有名やからっていうことで、信用せえへんのよ。政治のお話、社会統計の学者さんとのお仕事の時間が、苦痛で苦痛で仕方なかったんですけど、今となっては感謝しております。あの方のおかげで、赤くて酸っぱい勢力のやばいやつがいっぱいいんねんなっていうことが分かりましたから。先人の書を紐解いて分かったんが、資本社会、トモさん3つの主義がございますよね。
この3つの主義しかないんですけど、世界を牛耳る大きな勢力の大元が作ったもので、揉めさせるために作っとるやん。資本だけが自由に楽しく生きられる。社会ともさんは必ず辛い思い、痛い思いをさせられる。指令によって動かないといけなくなってしまうので、指令によって近づいてきた人と関わらなかったらいいんですよ。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国で、反米すり込んでくる奴は敵と思ってお話を聞かなければ安泰。非常に恐ろしい計画がございまして、国民が選んだという形をとって、まず資本を潰して、社会の窓主義の世界に突入させて、後にトモさんにしていく。世界を一つにワンワールド、万歳って感じにしようとしている勢力があるんですね。スピリチュアル界隈ではですね、今は光と闇の戦いが繰り広げられてて、安心してくださいね。光側が勝ってるんですってやってるんやけど、よくよく聞いてると、社会の窓主義の世界に誘おうとしている。で、日本国民は税金を払いすぎてたので、一人6億円もらえるとかいう情報もあって、光と闇の戦いで、この世の中は宇宙人が仕切ってたんですよって聞いて、いや、ゆうよの言うどこ行ってんとか思ったんですけど、この辺の知識をひけらかしたいんですけど、動画では無理っぽいんですよ。今の時代、元の論の段の圧がえげつないやんか。旧約聖書に宇宙人とか出てくんねんけど、書いた方賢い方で、いざとなったら宇宙人のせいにしやーって、自分らは関係ないねんでーってしてんねんやろなって見てんねんけど、自分のことを保守やと思ってる方たち、洗脳された方たちって、タイの和の李登輝さんのこと大好きやと思うねんけど、あの方の一番最初の政党が中の国の友さんの党なんですね。友さんのあかんところをよく知ってるので、国民の党に移られたって、解釈したい人結構いらっしゃると思うんですけど、そんな、性善説で考えたらあかんで。日本は中の国と戦いましたけど、今の友さんの党と戦ったのではなく、タイの湾に逃げ込んだとされる国民のあそこと戦ったんですよ。国民のあそこを率いる省の解析&孫の分も自由なおそうめん屋の高級幹部やったんですね。自由なおそうめん屋、自由フリーおそうめんメイソン。私の動画でおそうめん屋さんがって言ってたら、すべてメイソンのことです。おそうめん屋さんのお眼鏡にかなった人しか大統領になれない国が、お米の国って書くところで、今現在でんでんじいさんがやってるところなんですね。日本の友さんの党と、中の国の友さんの党は、コミッテル国際共産党第三インターナショナルの一支部同士。世界各国の友さんの党は、コミッテル何々支部を言って誕生してるんですよ。この何々の部分は国名が入るんですけど、盛大なプロレスが行われてるんですね、おそうめん劇場。中の国は、省の解析さんの国民の党が仕切っておりました。そこに友さんの党が現れて、普通、厄介な連中が現れたら駆逐殲滅退治するやん。でも、省の解析さんは、それをせず容認する政策を取りました。なぜならば、コミッテルから支援を受けてたからなんですね。お仲間なんですよ。で、友さんと国民のあそこが戦った。そして、国民のあそこが負けた。という体で、タイの湾に逃げ込んだ。で、タイの湾の人たちと話し合いましょう言うて、話し合いに応じようと、言った人たちの命奪って持って、戒厳令を敷いて牛耳ってしもたんですね。私のお仕事フリーランスで、あちこちの現場に行って、一つ、中の国の言葉をかけという命令が下った仕事があって、中の国の大陸の漢字って、崩した漢字で、あれどうやって出すのから始めて、チャイニーズライト独学して書けるようにしたんですね。書かな銭にならんっていうことで。2008年に中の国でオリオリが開かれ、2年後に万博が開かれた。その手前ぐらいかな、2年前ぐらいなんかな。中の国の言葉書けるようにせなあかんかって、その現場が素人集団やったから、半年かけて辞めたんですね。半年後ですね。物理的に続けられへんっていう口実を作りたくて、ホングコングの企画を通したんですよ、別のところで。最初タイの湾で企画出したら、それいらんって言われて、ホングコングの俳優さんがめっちゃ男前で、あ、中の国の言葉を習得したら、この人たちと会話できねえや、ということで、慌てて習いに行ったんですね。それまでは、発音なんかどうでもええねんって、漢字さえ書けたらええねんって思って、いやいややってたんですけど、そうこうしているうちに、先人の書を紐解き出したりいろいろして、タイの湾の人たちはみんな親日でとか細かとか思いながら、赤くて酸っぱい勢力のことを調べ出して、中の国の漢字理解できるようになったから、中の国の検索サイトバイドゥっていうところで100度って書くところで検索したりいろいろしだしたんですけど、言われてることを聞かされることを鵜呑みにしたらあかんなって分かりました。日本人であるならば保守でないといけないっていう活動家の連中って巻き込ませよういんやんか。中の国の言葉、お教室通ってた時にですね、留学生の子たち、結構仲良くできて、いい子ばっかりやったんですね。そこの、お教室を作った方が、きっちりした中の国の人で、気に入らん人みんな、首にしてしまうんです。で、いろいろ教えてもらったんですけど、タイの湾が独立を叫んだら、日本を巻き込んで、洗脳をするっていう法律が、この間できたんですよ、とか教えてもらって、うわ、怖ーって思ったものでした。赤くて酸っぱい勢力、コミッテル系、友さん系、
社会の貧しき系、独立っていう言葉は洗脳層の引き金になる言葉みたいなんですね。で、離島期のおっさんも日本は独立せなあかんとか抜かしてはったんでしょ。あの方はタイの湾の民主化を成し遂げた素晴らしい人にしてあげるから総統になりなさいって任命されたからあの立場にいるんでしょ。もうこの世にいないからいたんでしょうが正解ですけど、とにかくですね、私たち日本国民は自分の国のことだけ考えといたらいいんですよ。で、タイの湾の人たちみんな親日でってめっちゃ温度差あんで、タイの湾のユージ君は日本のユージ君でもあるけど、活動家の連中の先導に乗らずして政治家に任せといたらええのよ。政治家頼りないかもしれんけど、お少年劇場やねんからそのシナリオ通りに何とかしはるし、日本国民立ち上がらせて偉い目に合わせようとしてんねんから、統一戦線工作やっとんねんから頑張ってね、うちらかけながら応援してるわって言っといたらええねん。